無職に口座を開けるはずないだろ。もともと勤めていた銀行、いろいろと訳あって辞めたが、今回はこの銀行に用があって赴いた。そこで再会した同僚銀行員がバカにしたように言ってきた。無職に口座は開けないぞ。俺を裏切った銀行員の裏が嫌な笑みを浮かべる。そろそろ縁も切ってくれよ。わかったよ。絶対に後悔するけどな。怒りのままにそう告げ、俺は言われた通りに縁切りのため口座を解約することに。それにより浦は地獄を見ることになる。でも同時に彼を救う結果となったのだ。俺は三村忠、妻の美咲と幼い娘のひながいる。俺は国内有名大学の経済学部を卒業し、過去には銀行に勤めていた。妻と出会ったのは大学時代だ。ねえ、君、二村くんだっけ？え？うん、そうだよ。私、美咲っていうの。その頃は同じ大学に通っている一人としか思っていなかったが、彼女から声をかけられたのがきっかけで意識するようになった。どうして俺に声をかけたの？だって目標に向かってる姿がいいなって思ったし、それに三村くん、この間おばあさんを助けてたでしょ。見てたんだ。ねえ、それで三村くんしかいないって思ったの。何より三村くんは正直で真面目だからね。そういう人好きなんだ。ありがとう。そんな風に熱烈にアピールされ、俺たちは付き合うようになった。ちなみに俺が経済学部に進んだのは父の影響だ。会社を回すのは人と金だと父が口癖のように言っていた理念を受け継いだため、経済学部に進学した。父の正明は一時零細企業を経営していた。20人もいない会社を必死に回していた父は、そういった考えを持つようになっていた。そしてそんな父の姿を見ていた俺も共感して、同じ理念をもとに進学を進めた。その父は大学を卒業する前に病気で、交通事故で先に天国に行っていた母のところに行ってしまっている。お父さんの影響なんだ。だからあんなにまっすぐだったって納得した。そう？そうだよ。私も手伝わせて、ご両親の代わりにとは言わないけど、今度は私が正しくんを支えるから。ありがとう、美咲。それから大学を卒業した後、俺は金を循環させる職に就くべく銀行に就職した。そこで美咲に褒められたように、正直に真面目に仕事をしていた。三村くんって本当に仕事早いね。うん、それに性格だし、三村くんみたいな人をエリートって言うんだよね。三村くんってフリーかな？翻訳者いるって聞いたよ。残念。エリート銀行員っていいなって思ってたのに。一生懸命にバリバリと働く俺を周りはそう評価してくれた。俺は多分人より頭の回転が早いんだと思う。それもあって俺は次から次へと仕事をこなしていった。そのおかげか、俺はいわゆる出世頭となっていた。三村ってさ、最近調子乗ってない？だよな。女の子にキャーキャー言われていいご身分だな。ほんと仕事してるだけなのに、なんで三村ばっかり。一方でその分同僚たちから陰口を言われることもあった。陰でよくひそひそされているのも知っていた。ああ、
正しくんに嫉妬してるんだよ。嫉妬？そう。仕事もバリバリこなして、出世頭で注目の的の正しくんが羨ましいんじゃない？美咲にそう教えられて、やっと納得できた。そうか、俺は周りから嫉妬されてたのか。でも、俺は俺の仕事をするだけ。そう考えていた俺は、あまり気にしないようにしていたが、一人だけ面倒なのがいた。おい、三村。なんだよ、裏。エアリート様は偉そうだな。用がないなら絡むなよ。それが、裏浩二だった。裏は、俺を敵視しているらしく、何かと俺に絡んでくるやつだった。他の同僚なら無視していればいいが、裏だけは仕事の邪魔をしてくるので、とても面倒だった。ああ？なんでお前が中核支店に、俺より先に配属されんだよ。俺に言っても仕方ないだろ。人事に関しては、上が決めるんだから。裏が前から配属されたがっていた中核支店に、俺が先に配属されたことで、それは顕著なものになった。それまで、むしろ裏は嫌がらせはせず、俺同様に仕事にひたすら向き合っているという感じだった。お互いにいい関係だったのが、俺の配属が決まってから、陰口が始まって嫌がらせをするという感じになってしまった。なぜそこまで中核視点にこだわるのかわからなかったが、正直、裏の存在は俺からしても困った存在になっていた。配属されてしばらくは上司にも恵まれ平穏に過ごせていた。が、俺が勤める中核支店に裏が一年遅れで配属されてきたことで、すぐに平穏は崩された。ここで働くなんて不相応なんだよ。言いたいことがあるならはっきり言えよ。別に、自意識過剰じゃないですか？それから、裏の嫌がらせがまた始まった。すれ違いざまに嫌なことを言ってきたり。うわっ！おっと！ごめんごめん。そこに靴があるなんて思わなくてさ。コーヒー落として汚しちゃった。せっかくピカピカにした靴を汚されたり、他にも気づかなかったとわざとぶつかってきたり、ゴミだと思ったと言って書類を捨てたりと、頻繁に嫌がらせをされ、正直仕事にならず参り始めていた。周りは上司を除いて基本的に俺が嫌がらせされていても無視していた。関わるのも面倒だし、目立つ俺が気に入らないという感じなんだろう。その頃、不正融資事件が起きた。俺と裏が担当する融資先の決算書が改ざんされていて、銀行側も黙認していたというものだ。すべては君が指示したことだという告発があった。違います！俺は何もしてません。誰がそんなことを。そうです。彼はそんなことをする人ではありません。何より証拠がないです。告発者は逆恨み防止のため匿名とさせてもらう。すべては君の責任だ。そんな。身に覚えがないにもかかわらず、俺の責任にされてしまったのだ。いい君だ。調子に乗っててうざかったんだよ。うら、お前、まさか。何のことかな？その後の裏の態度で、彼にはめられたと分かった。俺は自分の仕事をしていただけなのに、こんな風に足の引っ張り合いに巻き込まれる。それに、嫌気がさしていた。ねえ、正しく？何？ごめん、迷惑をかけて。正しくんのせいじゃない。正しくんは何にもしていないんでしょ。ああ、本当に何もしていない。それで？どうしても
銀行員じゃなきゃダメ？え？正しくんがこれ以上辛そうな顔をするのは見てて嫌なんだ。幸いにも私の仕事の方も軌道に乗ってきてるし、無理して銀行員を続けなくてもいいんじゃない？そう美咲に勧められたのもあって、俺は自分から銀行を辞めた。お前が辞めてせいせいするよ。じゃあな、無職の負け犬くん。最後に裏に嫌味を言われて、俺は銀行から去った。美咲、何？一応次の仕事は決めてるんだ。だが最初はいろいろと美咲に負担をかけると思う。それでも一緒にいてくれるか？当然、最初からそのつもりなんだから。美咲の支えもあり、俺は次の仕事を始めた。それから安定した頃に美咲と結婚し、娘を授かった。銀行を退職してから数年、同期内の足の引っ張り合いには嫌気がさしていたが、勤めていた銀行そのものには愛着もあった。銀行員の仕事自体にも誇りもあった。そのため、顧客としてその銀行を利用することはやめていなかった。そして、今日は貸金庫利用のために銀行に向かっていた。じゃあ、少ししたら迎えに来るからね。ああ、また後で。パパ、早く来てね。ああ、わかってるよ。送ってくれた美咲と先に公園に向かう娘に手を振り、俺は銀行に入った。お待たせしました。って、お前まさか三村か？うら。そこであのうらと再会してしまった。久しぶりだな。その格好、どうせまだ無職なんだろ？違う、今日は休みなだけだ。今日じゃなくて毎日休みなんだろ。公園に向かう予定もあって、今日はラフな格好をしていた。それで俺をまだ無職だと勘違いしたらしい裏がバカにしてきた。貸金庫利用って、無職に口座を開けるはずがないだろ。相変わらず俺に失礼な態度を取る裏。正直こいつだけには会いたくなかったんだけどな。無職に口座は開けないぞ。浦はそう言って嫌な笑みを浮かべる。いい加減俺も腹が立ってきた。彼と再会した時に散々されてきた嫌がらせが脳裏をよぎったのもあり、そろそろ反撃してもいいかなと思い始めていた。そろそろ縁も切ってくれよ。わかったよ。絶対に後悔するけどな。後悔なんてしないし、無職の貧乏人はさっさと帰れ。ああ、その前に、俺の貸金庫の契約と口座の契約を切らせてもらう。ご自由に。しっかり宣言をし、俺は銀行を後にした。あ、パパ！あら、早かったわね。いろいろあってね。帰ったら話すよ。それで、美咲にも手伝ってほしいことがあるんだ。いいことじゃなさそうね。了解。ただし君を傷つける奴は許さないから。ほどほどに、ね。パパ、遊んで。ああ、遊ぼうか。翌日、俺は、美咲と共に家にいた。娘は義両親のところに預かってもらっている。今回はお時間をいただきありがとうございます。それと本当に申し訳ありませんでした。とりあえず中へ。少しして俺の銀行員時代の上司だった影山俊介支店長が裏の首根っこをつかんで謝りに来た。大口取引先である三村さんに
口座を解約されてはうちの支店は潰れかねません。今回のことは本当に申し訳ありませんでした。私の監督不行き届きです。土下座の勢いで全力で謝ってくる影山支店長。影山さんの謝罪の気持ちはよくわかりました。ですけどそちらの方はそう思っていない様子ですね。その横で不服そうに頭を押さえられている裏を見て、美咲が冷たく言い放った。何か夫に言いたいことでもあるのかしら。事件を起こした奴の口座なんていらないだろ。裏、お前今回なんで連れてきたのか分かっていないのか。まあまあ、言いたいことを言わせてあげてくださいな。反省していない様子でつぶやく裏に、影山支店長が怒鳴った。それを制して、美咲が裏と対峙する。口座に入ってる金も、どうせ汚い金だろ。残念だけど、この人の真面目さは大学時代からよく知っているの。そんなことができないのは、あなたもご存知じゃないかしら。そいつが事件を起こしたのは事実だろ。そうね、誰かさんにはめられてね。ただし君は絶対そんなことしないわ。事実、証拠なんてあるのかしら。それは、美咲に裏が言いまかされたタイミングを見て、俺は影山支店長を見た。影山さん、例の不正融資事件についてもう一度調べてくれませんか。それで事実が分かれば口座解約を考え直します。ありがとうございます。帰ってすぐに調べます。もし専門家が必要なら言ってください。私にもつてがありますから。はい。影山支店長は承諾し、裏を引きずって帰っていった。念のため連絡をしておくわ。ああ、頼むよ。ええ、あなたの汚名返上の絶好の機会だもの。存分におせっかいさせてもらうわ。本当に美咲は頼りになるな。ありがとう。それから美咲が手配した専門家の助けを受けて、影山支店長が調べ直すと、決算書の改ざんは裏の仕業だと判明した。当時の防犯カメラを確かめると、裏が細工している姿が映っていました。それから奥さんの紹介で来た方が裏の同僚たちに聞き取りしたところ、裏に協力させられていたのを白状しました。数日後、影山支店長が家に来て報告してくれた。それで裏は、今回の件も合わさり解雇処分となりました。こうして俺は数年ぶりに嫌疑が晴れることになった。ちゃんと調べてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。そんなにかしこまらないでくださいよ。元部下ですよ。今は取引先ですから、嫌ならやめますが、お願いします。できれば以前のような感じで。ああ、わかった。改めてよろしく頼む。はい。そして今後も元勤務先銀行との取引を続けることになった。なぜ影山支店長があそこまで動いてくれたかというと、俺は起業し50億の口座を契約していたからだ。俺は銀行退職後、銀行や経理職、会計職専門の転職サービスを立ち上げていた。せっかく数年間銀行員をしていたのだから、その経験を生かしたかったのと、また会社を回すのは金と人との理念のもと、次は金を扱う人に着目した仕事をしてみたいと思ったのがきっかけだった。金銭面は任せて、弁護士として軌道に乗ってきたところだし。
ありがとう、美咲。その代わり、会社と専属契約させてよ。あ、その時は頼んだよ。弁護士になった美咲の協力もあって、無事に起業することができた。初めの一年は、企業さんからの信頼を得るのに必死だった。銀行員時代の知り合いもいたが、その分事件のことも知っていて、懐疑的になっているところもあった。それでも、真面目に、そして素直に対応していったおかげで、信頼を得られるようになった。三村さんのところに任せて本当に良かったです。いえ、こちらもお力になれて良かった。今では、役職者の転職にも用いられるほど評判がいい。50億の口座もこの会社のものだった。美咲には感謝してもしきれないよ。私だって、正志くんが気づいていないだけでたくさん助けられたもの。それにしても、こんなに祝福されるなんて、正志くんがしっかり向き合ってきた証拠ね。そうかな。安定した頃に結婚式をしたところ、たくさんの人から祝福してもらえた。銀行を退職したことで、俺は幸せになることができていた。そこだけは感謝していた裏。彼の今後については少し気になっていた。確かに嫌がらせをされ、裏切られたが、丁寧な仕事をしているのを何度も見ていた。俺が関わらなければ、裏は普通にいいやつだったと思う。だから、彼のことはいつも頭の片隅にあった。ん？やっぱり裏だ。ある日、転職サービス会社の新規登録者データを確認していたところ、見知った名前を発見した。間違いなく、そこには浦浩二の名前があった。どうやら、銀行をクビになった後、転職サービスに登録したらしい。転職相談は、今日か。よし！俺は、浦の転職相談面談の場に、自ら出向くことにした。え、三村、お前、ここで働いてたのか？働いてるというか、俺が作ったんだ、この会社。社長の名刺を差し出しながら言えば、浦は驚いた顔をする。俺に罪をなすりつけられて銀行を辞めたのに、腐らずに事業を立ち上げたんだな。ああ、妻の支えもあって、こんなに大きくなった。本当にすごいな、三村。ん？浦が立ち上がると、深く俺に頭を下げた。今まで、本当に申し訳なかった。嫌がらせのことも、濡れ衣を着せたことも、本当にすまなかった。俺は、謝罪を聞きたかった。だから、もういい。ほら、仕事の話をしよう。ありがとう、井村。それから、俺は浦とじっくり次の仕事についての心構えを話し合った。話している感じからも、本当に浦が心を入れ替えて誠実に働く気があることが分かった。正直、解雇処分を受けたのは相当なマイナスイメージになっている。ああ、分かってる。それで、応募者がいない小さな会社になるが、いいか？当然だ。雇ってもらえるなら、どんな仕事でもやる。わかった。向こうにも事情を話すぞ。ああ、大丈夫だ。そう話し、なかなか応募者の来なかった小さな会社に、俺を蹴落とした不正融資の件も含めて、これまでのことを明かして紹介した。三村さんから見て、その人は変わったんですよね。ええ。今の彼は心から反省して、
誠実に働くことを約束してくれています。もともと仕事も丁寧で優秀な人でした。そうですか。そういったことがあっても今が誠実ならこちらは受け入れます。ありがとうございます。そう返事もあり、浦はその小さな会社に転職が決まった。浦はもともと能力値が高かったこともあり、存分にその腕を振るって今ではみんなから頼られる存在になったそうだ。なあ浦、ずっと気になってたことがあるんだ。なんだ？落ち着いた頃を見計らって彼を飲みに誘った。快諾してくれた彼と飲みながらずっと引っかかっていたことを聞くことにした。なんで俺にあんなに嫌がらせをしてきたんだ？確か中核支店に配属が決まった頃から嫌がらせをしてきたよな。ああ、うん。正直、羨ましかったんだ。俺が行きたい、親に行けと言われてた支店に先に配属されることになって。親？浦は少し困ったような顔をして理由を話してくれた。俺の父親も銀行員なんだ。昔から俺も銀行員になって、自分のように偉くなれって育てられてて、面倒そうだな。実際、勉強以外、ろくに許してもらえなかったよ。それで、中核支店は父親が昔いたところだったし、出世したいなら中核支店を経由しないとダメだって。銀行員になって、やっと認めてもらえるかと思ったら、そう命令されたよ。反抗とかしなかったのか？まだ小さい頃に勉強しないで遊びに行ったら、押し入れにしばらく閉じ込められて説教されてさ。それがトラウマで逆らうってのが頭になかったんだよ。正直驚いた。浦のことは全く知らなかったが、彼は彼で相当苦労してきたらしい。母親も父親の言うことが正しいって感じでさ。英才教育とは言ってたけど、今思えば両親の価値観を押し付けられてきたんだと思う。大変だったな。結構苦しかったんじゃないのか？まあな。ずっと上から押さえつけられてきたし、苦しかったんだと思う。それでずっと中核支店に行けって言われる中、苦労してなさそうなお前が先に配属されたのが許せなくて、子供じみたことをやった。本当に悪かった。謝罪はもういいって。悪い。それで、まあ、俺より優秀な奴がいるってのを親父が聞きつけて、お前を蹴落とせって言われてさ、とんだ父親だな。昔から自分より優秀な奴は蹴落とせと教わっていたらしい。そうやって父親も出世したのだからと。でも、今回事件が発覚して俺クビになっただろ？ああ。それで銀行員じゃないお前は家の息子じゃないって感動されて追い出された。え？大丈夫なのか？今は大丈夫。会社に事情を話したら社員寮を使わせてもらえることになったし、それに正直ほっとしてる。そうなのか？ああ。やっとあの両親から解放されて、自分らしく仕事ができるって。お前が良かったならいいが、お前には感謝してる。銀行をクビになって両親から見放されて絶望してた矢先にお前が手を差し出してくれたから、本当にありがとう。こちらこそお前の仕事ぶりがいいから会社の評判にもつながっているんだ。俺でもできることがあってよかったよ。そう言って笑う浦は、あの頃の嫌なニヤニヤと違って本当に嬉しそうなものだった。美咲、前回協力してくれた人にもう一度協力してもらえないか？いいけど、どうしたの？
帰ってから美咲に浦のことを話した。それはやりがいがありそうな展開ね。すぐに連絡するわ。また協力してくれたことにより浦の父親にも調べが入った。そこでいくつもの不正が発覚し、父親は失脚と同時に賠償金による借金を抱えることになった。三村、お前が動いてくれたんだろ。何のことやら。本当に、それで俺のところに連絡が来たよ。そうなのか。ああ、息子なんだから借金返済手伝え、俺たちの生活を支えろって。あんたの息子はもういませんって着信拒否した。そうか、一応気をつけておけよ。ああ、まあ今の会社については教えてないし、社長にも説明してあるから俺にはつなげないって言ってくれた。なら大丈夫だな。ああ、本当にありがとうな。そう浦と電話をした後、会社に浦の両親を名乗る男女が来たと連絡を受けた。失礼、うちで会社を紹介した人を探していると。あんたが社長か。俺は浦の父親だ。あの愚足がどこにいるか教えてくれ。個人情報です。教えることはできません。個人情報って、私たちはあの子の親です。ええ、彼からあなたたちのことは聞いています。感動した息子に執着するのはやめてくださいな。ちなみにあなたが失脚するように調べたのは私です。お前が、なんてことしやがる。もし夫に手を出したら、警察呼ぶだけじゃ済ませないわよ。父親が俺を殴ろうとしたタイミングで美咲が現れた。あなたたちのしたことは報告及び証拠をつかんでいます。なんだお前は。三村の妻であり弁護士をしています。弁護士？それと、あなた方の元息子さんより依頼されている弁護士でもあります。いろいろと覚悟しておきなさい。そう言って追い払う妻は格好よくて思わず見とれてしまった。それから、美咲の活躍もあり、浦は両親との完全な縁切りができて、とても感謝された。すっかり心を入れ替えた浦は真面目に働いているそうだ。そんな姿に社長の娘さんが惹かれたらしい。この間告白されて付き合うようになったと教えてもらった。もし結婚することになったら来てくれないか。ああ、もちろん。幸せそうな顔をする浦に俺も安心した。美咲の協力者さんにもお礼をしないとな。そうね。あ、今度お礼にご飯おごる約束してるから一緒に来る？それはいいけど、向こうは大丈夫なのか？大丈夫。私の協力者って夫婦で探偵してるの。それで夫婦で来る予定だから一緒に行っても大丈夫なのよ。そうなのか？じゃあ行かせてもらおうかな。そういえば向こうにも娘と同じくらいの息子がいるらしいし、家族でピクニックでもする？あ、それもいいかもしれないな。美咲のおかげでさらに交流の輪が広がった。美咲の知り合いの妹夫婦はある意味面白い夫婦だった。探偵事務所を開いている妹ゆきたかです。妻の香織です。美咲の夫のただしです。美咲からよく聞いています。さて、ただしさん、いざという時のためにボイスレコーダーは大事ですよ。あと、できれば映像があればいいですね。そう言って、小型のボイスレコーダーとカメラを渡されて、思わず苦笑いしてしまった。そういえば、美咲と二人はどうやって出会ったんだ？高校の同級生。昔から弁護士を目指してたからさ、探偵とか更新所とか
つてがあるのはありがたいし、探偵するんだっていう二人と契約してたってわけ。へえ。私たちが証拠とかいっぱい掴むから。弱い人の味方になれって約束したんだよね。まあ、結婚式には出席できなかったから、旦那さんとは初めましてだけど。招待しなかったの？仲は良さそうに見えるけど。仲は普通にいいよ。ただ、結婚の頃、この二人、海外にいたから。そうなんだ。そうそう、探偵修行に出てたの。それで、結婚式には間に合わなくてさ。俺たちも海外で結婚式したし。探偵修行ってどんなことをするんだろうか。ちょっと変わってるんだよ。そこが面白いんだけど。確かに。ちょっと変わっているが、話してる分には楽しい。妹夫婦もニコニコしていて、自然とこちらも笑みになる。そういえば、俺の話をよく聞いてたって。あ、なんでもないのよ。慌ててごまかそうとする美咲に、愚痴でも話してたのかなと思うと、美咲ってば、正しさにマジボレなんですよ。いつ聞いてものろけばっかりで。ちょっと、ありがとう、美咲。そうか、のろけてたのか。そういえば、前に裏に、お前って奥さんの話になるとのろけだけになるよな、って言われたな。ある意味俺たちも似た者夫婦なのかもしれないな。信仰を深める俺たちと探偵夫妻の一方、うちの娘と妹さんの息子さんの亮君も気づいたら仲良しになっていた。俺たちが談笑している間に気づいたらニコニコと手をつないでいた。ひな、亮君のお嫁さんになる。じゃあ亮はひなを守る。ちょっと待って、さすがに早すぎるかな。結婚するって約束してた時はさすがに慌ててしまったけど、そういったことをこの間また訪問してくれた影山さんに話すと、彼は朗らかに笑った。みんなうまくいってよかった。すまなかったね。私がもう少しちゃんとした上司だったらこんなこと防げたのに。俺がいた頃は影山さんが支店長になる前で止めようがなかったですよ。だとしても気づかないといけなかった。影山さんはあの後自分にも責任があると支店長を降りた。辞職を考えたらしいが、銀行側に引き止められて今では一からやり直しているらしい。今はどちらかというと後輩育成をしているよ。そういう影山さん。俺が部下だった頃、彼にはお世話になっていた。配属されてすぐの頃は、俺の質問に嫌な顔をせずにいろいろと教えてくれた。何かするたびにアドバイスだったり、褒めてくれたりと、やる気を引き出すのが上手だった。うら、嫌味を言う暇があったら仕事をしてくれ。裏の仕事は丁寧だと評判なんだ。お前も頼りにしているぞ。はい。裏からの嫌がらせにも気づいて、周りが無視する中、彼だけが注意してくれていた。基本的にフォローもするから、裏も影山さんの言うことには素直に従っていた。濡れ衣の時も、影山さんは証拠がないと上の人に掛け合ってくれた。その上で礼儀正しく部下から取引先になった時は俺にも敬語を使ってくれ、叱る時はきちんと叱ってくれる。そういう人だ。あ、そうだ。浦が影山さんも結婚式に招待したいって言ってましたよ。その時はぜひ参加したいな。気が早いような気もするが。それがお互いに交際するのが初めてらしくて、なかなかにイチャついてますよ。仲良しなのはいいことさ。そしてしばらくした後に、俺たちは揃って結婚式に呼ばれて祝福することになる。それによりますます浦は
仕事に励んでいるそうだ。もちろん俺も負けていない。より多くの人がマッチした職場に行けるよう、今日も仕事に邁進している。さて、今回は、あ、ただし例外もある。目に入ったのは浦の父親の名前。わざわざうちの会社に登録するなんて。一応誰か確認した後に登録を消すように頼んだ。ずうずうしい人だね。まあ浦の情報をつかもうとしたのかもね。結婚式にも出席してなかったし、散々浦の人生を縛ったんだ。これは自業自得というものだろう。これからも素直に、そして正直に仕事に向き合っていこうと思っている。ただしくんが正直者だから、みんながただしくんを信頼して任せてくれるんだもの。美咲も正直に俺に向き合ってくれたから、こうして幸せになれたんだ。ありがとう。これからもありがとう。やっぱり正直が一番だな。浦ともあれからも時々酒を飲む仲になった。たまにそこに影山さんも混ざってお互いの仕事の話をしたり、お互いにおすすめを紹介し合ったりしている。俺はゲーム、浦はアニメや漫画、影山さんは小説みたいな感じで、正直が一番だな。浦でも今では飲み会の旅に行っている。そうだな。だから正直にお嫁さんになると言っている娘さんを祝福するんだぞ。それとこれとは別ですよ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前今日でクビな。聞こえなかったのか？お前はクビだ。毒親の経営する会社でがむしゃらに働いていた俺に、溺愛されて育った怠惰な弟が言った。弟は先日社長の座に着いたばかりだった。いいだろう。こんな会社こっちから辞めてやる。俺はそう思い辞表を提出。しかし弟も両親も知らないのだ。俺をクビにすることでどのような事態を招くことになるのかを、そしてすべてを失う未来が待っているということを。俺は上原拓馬。俺の両親はいわゆる毒親というやつで、物心つく前からかなり劣悪な環境で育ってきたと思う。両親ともに外面はよく、世間体と見栄やら何やらも気にするタイプだったため、近所では仲良し家族と評判だったけれど、実情は全然違う。両親は俺にはひたすら冷たく当たり我慢をさせ、その代わりに弟であるユーマをドロドロに甘やかして可愛がっていた。どうしてそうなってしまったのかはわからない。多分そのきっかけは俺よりユーマの方が運動ができたとか、可愛い顔をしていたとか、それくらいの些細なことだと思う。俺にはそんなことで兄弟の扱いを変えるなど全く理解できないけれど、両親は俺のことをずっと嫌っていたと思う。どうしてこんな簡単なテストも満点が取れないの？本当にバカね。小学生の時、算数のテストで98点を取った俺に、母親はそのテストの答案をビリビリに破きながら俺の顔をめがけて投げつけてきた。それならばと次のテストでは誰よりも勉強して100点満点を取った。だけど母親はテストの答案をちらりと一別すると、そんな当たり前の点数で得意げにするんじゃないわよ。あんたはもともとバカなんだから、次のテストのために今から勉強した方がいいんじゃない？と
笑って去っていく。運動はそこまで得意ではなかったため、俺なりに頑張っていたけれど、結果は振るわず。よくあんな順位で堂々と帰ってこれたわね。そう吐き捨てられるのが分かっていたから、運動会の後は家に帰るのが憂鬱だったっけ。休日に家にいれば、邪魔よ、なんで休みの日まで家にいるの？と言われ、じゃあ外に行こうと思って出かけると、帰ってきた後に、なんで勝手に出歩いてるのよと嫌味を言われる。父親に助けを求めようにも、父親も似たようなもので、リビングに俺の姿があるだけでも、はぁ、と大きなため息をつかれるからもっと嫌だった。高学年になる頃には、両親と顔を合わせなくて済むように、極力自分の部屋から出ないようにしていた。平日はなるべく学校に残って家にいる時間を減らし、休日は必要最低限以外は部屋にこもる。世間体のため、お小遣いと衣食住に困ることがなかったのは不幸中の幸いだったと思う。だけど、精神的にはひどく追い詰められていた。俺はそんな生活をしていたから、常に人の顔色を伺って生きるようになっていた。何をしても否定されるため、自己肯定感も低く、自分に全く自信がない。どうせ俺は何をやってもダメなんだ。そう思ってしまうから、授業で将来の夢を聞かれても、いつも答えられない。適当に答えようにも、それを両親に知られたら、また馬鹿にされる。そう思ったら、頭が働かなくなってしまっていたのだ。神原、何か困っていることはないか？多分、そんな俺の様子をおかしいと思う大人はそれなりにいて。当時の担任の教師は何度も俺にそう聞いてきた。助けを求めればよかったのだろう。だけど、俺は助けを求めたことが両親にバレる方が怖かった。だから、何も困ってません。大丈夫です。そう言って逃げる毎日。体が丈夫だったことも恵まれていたと思う。家にいたくなかったこともあり、俺は大体毎年皆勤賞だった。弟のユーマはそんな俺とは真逆の生活を送っていた。俺が常に両親から冷たくされている間、ユーマはベタベタに溺愛されていた。鼻水が出るとか、少し咳が出てきたとか、喉が痛いような気がするとか、頭が重いとか、そんなちょっとした体調不良を理由に怠けてばかりいた。母さん、なんか今日具合悪い。え、大丈夫？大丈夫じゃない。今日学校休む。小学校に入学してからというもの、3日に1回くらいのペースでそんなやりとりが隣の部屋から聞こえ、その度に母親は大げさにユーマを心配した。風邪ひいちゃったんじゃないの？ああ、かわいそうに。病院行く？いや、まず寝たいかな。寝かせて。わかったわ。してほしいことがあったら何でも言ってね。あとでアイス食べる。わかった。用意しておくから今日はゆっくり休みなさい。学校には連絡しておくからね。母親はひどく心配していたけれど、そういう時は大抵夜更かしして眠いから学校に行きたくなかっただけだということを俺は知っていた。もしかしたら両親もそれに気がついていたかもしれないけれど、ユーマを甘やかすことをやめはしなかった。たくま、ちょっとコンビニまで行ってゼリー買ってきなさい。え、今から？何よ、不満なの？だってもう夜だし寒いから。ユーマが風邪で寝込んでるのよ。食欲がないけどゼリーなら食べられるって言ってるの。早く行ってきなさい。
その日の夕食がユーマの嫌いなメニューだっただけなのに、仮病で布団の中にいるユーマのために同じく小学生だった俺が寒空の夜にゼリーを買いに行かされたこともあった。テストの点が70点でも、頑張ったわね、勉強なんてできなくてもいいのよ、ユーマが元気に過ごしてくれればそれでいいの、と褒めたり、珍しく勉強したのか100点を取ってきた日には、すごいすごいわユーマ、お祝いしなきゃ、とケーキを用意してのお祝いをしたりしていた。俺の時には100点が当たり前だと言ったのに、なんという差だ。もちろんそのケーキは俺には当たらず、リビングで盛り上がっているのを聞きたくなくて自室でこもっているだけ。同じ両親から生まれた子供のはずなのに、どうしてこんなに俺だけが虐げられるのだろうとずっと虚しく思いながら生活していた。そんな小学生時代を過ごした俺は、中学に入ると勉強に明け暮れた。その頃はまだ愛情というものがあった俺は、両親に褒められたくて必死だったのだ。運動は特別得意じゃないけど、勉強ならやればやるほど身につく。だから、毎日家にいる間はひたすら勉強していた。どうせなら、地域で一番レベルの高い進学校に行きたい。そうすれば、両親も俺を認めてくれるのではないだろうか。そう思っていたのもつかの間。俺は、ある日、両親に呼び出されたかと思うと、中学を出たら、うちの会社に入りなさい、と告げられたのだった。両親は建設業を営んでおり、そこそこの業績を上げていた。いずれその会社に入社させられるのは予想していた。だけどまさかこんなに早くだなんて思っていなかったのだ。そんな、せめて高校には行かせてください。県内で一番の進学校に合格してみせます。誰にとって恥ずかしくない成績を取ってみせます。だから、うるさいわね。いい加減にしなさい。県内一の進学校？笑わせるんじゃないわよ。体の丈夫さ以外にあんたに何の取り柄がある？そんな奴に進学させるほどうちの会社も裕福じゃない。あんたは現場に出てさっさと働きなさい。そんな、ここまで育てた恩はその体で返してもらうから覚悟してなさい。今まで感情というものを抑圧されて育ってきた俺は、それ以上反論することも自分の気持ちを主張することもできなかった。いっそのこと俺のことを捨ててくれ、そう思ったけれど、今の時代中卒の人間が捨てられてまともに生きていくことはできないだろうということも分かっていた。何が進学校だ。俺にはそもそも選択肢すら与えられていなかったんだ。わかりました。こうして俺は中卒で親の会社に入社することが決まったのだった。入社後は自分でお金を稼ぐことになるからまだマシになると思っていた。だけどすぐにその考えは甘かったと後悔することになる。両親は俺を休日関係なく会社に呼び出し、馬車馬のように働かせた。もともと体が丈夫だったこと、親に反抗できるほどの強さがなかったことから、休日返上でほぼ毎日出勤。無遅刻無欠勤で働き続けていた。働き始めて数回給料日を迎えた後、俺はついに家を追い出された。確かに捨ててくれと思ったこともあった。だけど実際に追い出されると、俺は本当にこの家から必要なくなったのだと痛感して苦しかった。新しい家も両親が探してきた狭くて古いアパート。そこでの一人暮らしは両親の目を気にすることなく過ごせるため快適ではあったけれど、慣れない家事に
休みのない仕事。ほぼ仕事で家にいないため、その快適さを味わうことはほとんどない。仕事と家事とわずかな睡眠。そんな毎日を過ごしていた。そのままがむしゃらに生きているうちに、20歳を迎えた。その頃には仕事も家事も一通りのことは自分でこなせるようになってきていた。仕事を仕事で成人式にも出られなかったけれど、職場の人たちがささやかながらケーキでお祝いしてくれたのが嬉しかった。入社してからすでに5年も経っていたため、いつの間にか高卒や高校中退で入社した後輩も増えてきていた。神原さん、ここ教えてもらえますか？神原さんの教え方、すごくわかりやすくて助かります。ありがとうございます。神原さん、僕にも教えてもらえますか？年が近いからなのか、先輩として仕事を教えることも多いからなのか、俺のことを慕ってくれるスタッフも多く、ありがたいような恥ずかしいような気持ちもあった。後輩たちみんなが過剰なくらい俺を褒めてくれるものだから、少しずつではあるものの、自己肯定感というものが徐々に芽生えてくるようになった俺。自分らしくなんて言葉とは無縁の人生だったけれど、もしかしたら俺も自分の人生を楽しんでもいいのではないかと思い始めた。神原さんって休みの日はどう過ごしてるんですか？後輩の一人にそう聞かれたのがきっかけで、俺は自分が無趣味だと気がついた。それが仕事ばっかりで特に好きなこともなくて。みんなはどうやって過ごしてるんだ？俺はフットサルやってます。高校の時サッカー部だったので、その時の仲間と一緒にやってますよ。私は料理にハマってます。私はスイーツにハマってて、食べ歩きしたり新しいお店を開拓したりしてます。自分で作ることもありますよ。俺はバスケしたりしてますよ。最近ボルダリング始めたんです。そうか、みんないろいろやってるんだな。今まで何かを本気でやってみたいと思ったこともなかった。そもそも何かに興味を持ったこともなかった。俺も何か始めてみたいけど、20歳からなんてやっぱり遅いよな。諦め半分でそう聞いてみると、みんなはそんなことないですよ、と大きく首を横に振ってくれた。始めるのに遅いなんてこと絶対ないです。よかったら一緒にボルダリングやりませんか？近所にいつも行ってるボルダリングジムがあるんです。え、ボルダリング？無理無理無理。俺、運動得意じゃないし、やったこともないし。大丈夫です。未経験から始めた人ばっかりだし。運動不足解消のためにやってる人もいるので。いや、でも、周りの人の邪魔になりそうだし。俺も最近始めたばかりなんで大丈夫です。個人競技だから誰かに迷惑をかけるとかもないですし、疲れたらすぐ休めるし、順番なので他の人のやり方見たりとかもできるんで、それだけでも純粋に楽しめますよ。そうなのか？はい、そんな構えなくても軽い気持ちで大丈夫です。それは魅力的かも。何かを始めるにあたってチームプレーだと人に迷惑をかけてしまうのがやはり気が重くなる要因だろう。個人プレーならそんなことも気にせず自分のペースでできるのか。確かにいいかもしれない。体験みたいなことはできるのかな？もちろんです。シューズもレンタルできますから安心してください。今度の土曜日も行こうと思ってるんですけど、どうですか？そうだな、一度覗いてみようかな。佐藤くん、一緒について行ってもいいかな？もちろんです。楽しみにしてますね。後輩の佐藤くんの熱心な誘いもあり、俺はその週の土曜日に初めてのボルダリングに行くことになった。約束の日、とりあえずネットで調べて動きやすい格好で向かっただけの俺に、佐藤くんは
ジムの仕組みから優しく手取り足取り教えてくれた。登録が終わったところで、一番傾斜の緩い壁に案内してくれて、ホールドと呼ばれる突起物のつかみ方から登るコツまで本当に1から10まで教えてもらえたのはありがたかった。最初は緊張でどうにかなってしまいそうだったけれど、始めてみたらもう夢中になっていた。一つ登るたびに体が重く感じて、日頃の運動不足も実感した。慣れるまではどのホールドをつかめばいいのかも、体重の移動もどうすればいいのかわからず、壁の途中で固まってしまっていたけれど。神原さん、落ち着いて。そこの赤のホールド、つかみやすいと思います。佐藤くんが下からヒントを叫んでくれるため、初めての俺でも一番上まで登り切ることができた。神原さん、お疲れ様でした。登り切りましたね。自分でもびっくりだよ。佐藤くん、アシストしてくれてありがとう。いえいえ、楽しいでしょ。ああ、体を動かすのがこんなに楽しいとは思わなかったよ。それからも佐藤くんに協力してもらいながら、少しずつボルダリングを楽しみ、一日たっぷりと遊び倒した。翌日は筋肉痛で体がガチガチだったけれど、なんだか気持ちがすっきりしていた。いつも憂鬱だった休日出勤だったけれど、なぜかそれもすがすがしく感じたから不思議だった。それ以来、俺はボルダリングにはまりつつも、他の同僚たちの勧めでバスケをしたり、ボーリングをしたり、料理のアプリでレシピを検索して新しいものを作ってみたり、さまざまなことに挑戦することにした。趣味を持つと仕事に身が入るもの。今までよりも俄然やる気が出て毎日が充実していた。そんな中で、俺はこの頃から漠然と夢を抱くようになっていた。仕事に趣味に家事にと忙しくしているうちに、俺はあっという間に25歳を迎えていた。俺は相変わらずだったけれど、そんな時にユーマが社長になるという知らせを受けた。それまで大学卒業後は働きもせずに堕落した生活を送っていたユーマ。それがいきなり社長に就任なんてどういうことだ?と思っていたら、どうやらユーマが父親にねだったというから驚いた。なんでも偶然立ち寄ったカフェの店員の女性が優しく微笑んでくれたことがきっかけで、その人に一目惚れしてしまったらしい。彼女に告白するにあたり、こんな堕落した生活ではダメだ。何か肩書きがなければ。そう思ったユーマは、父親に、そういうことだから俺を社長にしてとねだったらしい。普通ならそんなこと許されるはずもないのだが、なんと言っても、ユーマは両親から溺愛されている。父親がユーマからのお願いに、ダメなんて言うはずがなく、二つ返事で社長の座を譲ってしまったのだった。もともと将来はユーマに会社を譲る予定だったんだ。時期が早まっただけだろう。俺が会長として残るから、安心しろ。そうね。それにユーマなら大丈夫よ。昔から人当たりが良くて何でもそつなくこなす子だもの。理由を聞きに実家に戻った時に聞こえた両親の会話に愕然とした。ユーマが社長になって1ヶ月が経過した頃、俺は唐突に社長室に呼び出された。ユーマとはもう何年もまともな会話をしていなかったため驚いたけれど、とりあえず社長室に向かった俺に、ユーマは驚くことを口にした。お前、今日でクビな。あ?聞こえなかったのか?お前はクビだ。なんで?社長の俺に口答えするのか?最近は仕事もそこそこに遊び歩いてるらしいな。そんな態度のやつは、うちの会社にいらねえんだよ。遊び歩いてるだなんて、俺は、
仕事終わりや休日に趣味の時間を作っているだけで、仕事をおろそかにしたことなど一度もない。むしろ遊び歩いているのはユーマの方じゃないだろうか。お前がいると俺の評判が下がるんだよ。お前を社長にしろだの、出しゃばるなだの、うぜんだよ。今の社長はこの俺なんだ。だから俺の言うことは絶対なんだよ。お前は今日でクビ。わかったらとっとと荷物まとめて出てけ。あまりの横暴さに俺は言葉を失う。ユーマの評判？まともに仕事もせずにふんぞり返っているだけだからじゃないのか？現場の業務も知らないユーマが指揮を取れると思っていないからそんな不満が出るんじゃないのか？そもそも社員の名前や顔はもちろん一致してるんだよな。言いたいことはたくさんあった。だけど何を言っても無駄になると思って口をつぐんだ。するとその様子を見て、俺が何も反論できずにいると思い込んだユーマは突然笑い始める。そうそう、父さんと母さんにも相談したんだ。二人ともお前をクビにすることに大賛成だったよ。お前がいると後々派閥争いが起きかねないからって。ユーマを溺愛している両親ならそう言うだろう。俺はもう何もかもがどうでもよくなってしまった。やってらんねえよ。あ？やってらんねえっつったんだよ。俺は感情のままそう叫んで社長室を飛び出してから自分のデスクに向かう。そこで簡素な辞表を作成、そのまま社長室に戻り、驚愕の眼差しで見ているユーマに向かって叩きつけた。お世話になりました。どうかお元気で。それだけ告げて会社を出た。これからどうしようか。感情の赴くままに辞表を叩きつけてきてしまったけれど、引き継ぎも何もしていない。それどころかデスクもそのままだ。ユーマのことだから俺の私物なんて全部捨てちゃってるだろうな。みんなにも迷惑かけちゃったな。社会人として失格だと落ち込みつつも、もうあんな会社に戻りたくなくてひたすら落ち込んでいた。そんな調子で5日が経過した頃、突如スマホが鳴り止まなくなった。見ると何度も母親から電話がかかってきていたようだった。もう一度かかってきた電話に出ると、たくま、お願い助けてと開口一番母親が俺に泣きついてきた。何ですか、突然電話してきて。たくま、お願いよ、私たちを助けて。だから何なんですか。あんたが辞めた後すぐに他の社員もごっそり辞めちゃったのよ。え？おかげで仕事が何も回らないの。ユーマは何がどうなってるのか全然気づいていないようだし、お父さんは謝罪に回ってるし、受け負ってた建物がこのままじゃ建てられなくなってしまうの。納期に間に合わないのよ。母親の話では、俺が辞表を提出したと知った後輩たちをはじめ同僚の多くが同じように辞表を提出して会社に来なくなってしまったらしい。母親が必死で電話をしたものの、たくまさんを呼び戻して社長にしないのなら僕らは誰も会社には戻りません。今のユーマ社長の下でなんて働けません。横暴とわがまますぎます。たくまさんを社長にしてください。じゃないと無理です、働けません。そう言われて話にならなかったのだというのだ。お願い、このままじゃ会社が潰れちゃうの。戻ってきて。ユーマは説得する。説得してあんたを社長にしてあげるから、お願いよ。母親が俺に泣きついてお願いをするなんて人生で初めてのことだった。だけど俺の心は全く動かない。それどころか気持ち悪いとさえ思ってしまった。悪いけどそれは無理。え？今までの俺に対する自分たちの行いを顧みたらそんなこと言えないはずだけどね。それは悪かったと思ってる。何度でも謝るわ。
だからお願いよ。父さんと母さんを助けると思って。お願い。無理。そもそも、ユーマをそんな無能な人間にしたのはあんただろ？責任取って自分でどうにかしなよ。たくま！なんてこと！もう二度と連絡してこないでくれ。迷惑だ。そう言って電話を切った。後悔はなかった。両親とユーマがどうなろうと、今さら俺の知ったところではない。そして、それから数ヶ月後、あの建設会社は人手不足が原因で、業務の継続が不可能となり、あっという間に潰れてしまったのだった。その後しばらくして、だらだら過ごしていた俺のもとに訪問者が現れた。佐藤君？神原さん、お久しぶりです。一体どうしたんだ？こんなところまで。実は、神原さんのことをみんなで探してたんです。え？俺のことを？ドアを開けると、佐藤君をはじめとした元同僚たちが10人ほどいた。俺の狭いアパートじゃ入りきらなかったため、近くの喫茶店で話を聞く。お願いします、神原さん。どうか新しい会社を作ってくださいませんか？そう頭を下げられて驚いた。正直、僕らがあの会社にいたのは神原さんがいたからです。じゃなければ、とっくの昔に辞めていました。佐藤君、今の社長に変わってから会社はめちゃくちゃです。しかも神原さんをクビにするなんて絶対おかしいです。許せません。佐藤君をはじめ、みんなは俺が辞めたことで後を追うように辞め、その後ずっと俺のことを探してくれていたらしい。みんな熱心に俺に起業してほしいと言ってくれて、確かに退職してからずっと堕落した生活をしていたから、そろそろどうしようか悩んでいた。神原さんが会社を起こしてくださるなら、僕らはすぐにでもそこで働きたいです。神原さんの力になりたいです。そんな言葉が嬉しい。誰かに頼りにされたり、こんな風に俺自身を認めてくれる人に出会ったことがなかったため、ただただ嬉しくてたまらなかった。ここ数年の間に、みんなのおかげで、俺も自分に自信がつき始めていた。わかった。軌道に乗るまで、みんなに迷惑かけると思うけど、ついてきてくれるかい？恐る恐る聞くと、みんな、もちろんです。ついていきます。一緒に頑張らせてください。口々にそう言葉をかけてくれて、さらに自信につながる。俺はみんなを雇用することにして起業することにした。それからしばらくして、俺は建設会社を立ち上げた。みんなにも言った通り、経営を安定させることだけを考えて、最初の10年は休みなくがむしゃらに働いた。体の丈夫さがまたこんなところで役に立つとは思っておらず、笑ってしまった。派手に遊ぶこともせず、趣味に使う時間も失った。料理も全然できなくなり、一人での食事は大体簡素なもの。食べるより、とにかく寝て体を休ませる日々。だけど、俺についてきてくれたみんなのためなら何も苦じゃなかった。それに、たまにスタッフみんなを連れて飲みに行くのが楽しかった。お酒を飲んで、ご飯を食べながら楽しく笑っている姿を見たら、また頑張ろうと思えた。簡素な生活とがむしゃらな仕事のおかげだろうか、会社にも個人にも十分なお金が貯まっていった。そして俺は、20歳の頃から漠然と抱いていた夢を思い出した。それは建設現場で作業するだけでなく、設計自体にも携わりたい。というもの。そのためには大学に行かなければいけない。しかし、俺は中卒だから大研の取得から始めないといけなかった。中学止まりの知識、しかも勉強なんてもう15年以上まともにしていない。教科書を見てもわからないことだらけの毎日だったけれど、それも部下たちに教えてもらいつつ、どうにか
無事に大研に合格。そして35歳から会社経営をしつつ大学へ行くことにした。経営と勉強は並大抵の覚悟ではできなかったけれど、周りのサポートが大きかったと思う。無事に建築学科を卒業した俺は建築士の資格を取得した。建築だけでなく設計もできるようになったことから、受注できる仕事の幅が広がり、会社はより大きくなった。時を同じくして、ある日会社にボロボロのアパートの雨漏り修繕工事の依頼が入った。普段であれば小さな工事のことは部下に任せきりで関わることはほとんどない。しかしなぜかその依頼が気になってしまった俺は、居住者の名前を見て驚いた。そこには俺の両親とユーマの名前があったからだ。社長、やっぱりこのアパートってあの会社のですよね。前の会社からの同僚が俺に心配そうに声をかけてくれたものの、向こうは何も知らないはず。しかも10年以上経ってるんだ。悪いけど何も気にせず請け負ってくれると助かるよ。やりづらいとは思う。本当にすまない。と笑顔を見せる。仕事は仕事。依頼されているのだから俺たちが断ることはないんだ。それにあの3人は俺が起業したことすら知らないだろうから何も問題はない。僕らは平気です。それに社長が大丈夫なのであれば問題ないです。このまま作業に入りますね。あ、頼むよ。俺はあの母親からの電話以降全く家族と連絡を取っていなかった。そのためあの後3人がどんな生活を送っているのかを全く知らなかったのだ。会社が潰れてしまったことだけは知っていた。だけどまさか世間体と見栄を何よりも大切にするあの両親が小さなアパート暮らしをしているだなんて予想だにしなかった。人伝いに聞いた話だと、3人は会社経営していた時代の浪費癖が10年経っても抜けず、次第に借金を重ねて首が回らなくなっていたらしい。住んでいた大きな一軒家も両親にとっては自慢だったはずなのに、それを引き払って今は小さな古いアパートでその日暮らしをしているらしい。ユーマはそんな状況でも危機感が欠如しているのか、ふらふらと未だに定職についていないらしく、年を取った両親が現役で働いてどうにか養っているようだ。しかしそれも長くは続かないだろう。近い将来もし両親どちらかが倒れてしまったら、おそらくそうなって初めてユーマは事態がどれほど深刻かに気がつくのだろう。いや、もしかしたら気がつかないまま両親を責めるかもしれない。ユーマはそれくらい甘やかされて世間知らずのわがままに育ってしまったのだから、両親は後悔しているだろうか。俺のことは薄情な息子だと嘲笑っているのだろうか。無慈悲な息子だと蔑んでいるのだろうか。育て方を間違えたとでも思っているだろうか。育て方を間違えたのは俺じゃなくてユーマだということに気がついてくれただろうか。今となってはその答えを知ることはできないけれど、どこかすっきりしている自分もいた。もし今後ユーマが助けを求めてきたとしたら、俺はどうするだろうかと考える。家族というよしみで手を差し出すだろうか。今はまだわからない。もしかしたらその時になってもわからないかもしれない。だけどお前今日でクビだから。ユーマと最後に言葉を交わした時のことを思い出すと、どうでもいいやと思えた。ひどい兄だと思われようが関係ない。俺にはもう家族なんていないも同然なのだから、今の穏やかな生活が脅かされぬよう願うばかりだ。体が資本というのは
よく言ったものだなと思う。丈夫な体がどれだけ素晴らしいことか。でも、それにあぐらをかいて無理をしすぎては本末転倒。社員たちにも健康を第一に考えてもらい、もっともっと会社と自分たちのために頑張ってもらいたい。そのためには、まず俺が健康でいることが大切だろう。天からもらったこの丈夫な体を生かして、自分のため、部下のため、会社のためにこれからもどんどん事業を拡大して大きくしていきたい。そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。私も妻も正直なところと申しますと、この結婚はなかったことにしていただきたいのです。今すぐにでも。妹夫婦の結婚式当日、こんなスピーチをぶちかましてきた義父、身分不相応なんだと、俺と妹を嘲笑うかのように。ウェディングドレスに身を包んだ妹は、ボロボロと涙を流していた。ぶち壊しに来た義父に対して、妹夫婦の恥を拭うべく、二人の兄として俺は立ち上がった。ざわついた会場はシーンとなるも、間を開けて拍手喝采となった。俺の名前は中田卓、現在30歳、独身。現在は家業である小さな弁当屋を経営している。大学2年の時に両親を交通事故で亡くしてからは、家業を継ぐ決心をし、大学を中退。実家に戻り、6つ年下の妹、明菜と一緒に暮らしながら、弁当屋を切り盛りしていた。将来は公務員になりたかったけど、こうなってしまっては仕方のないこと。今俺にできることを精一杯やって、妹との暮らしの生計を立てるほかなかった。幸いなことに、両親は弁当一つ一つの細かい食材の量や作り方、原価計算に至るまで分厚いノートに残してくれていて、大雑把な父の手書きのメモを達筆だった母がきれいに清書してくれていた。お弁当中田。屋号の看板は、ぬくもりのある母の手書き文字だった。俺は母に、字は心を表すわ。すぐるもきれいに字を書けるようにしましょうね。と、小さい頃から書道を教わっていて、今ではパソコンでどうにでもなる世の中となったが、自分の手書き文字はずっと大切にしてきた。俺の影響もあってか、明菜も字がとてもきれいだった。自宅を改装して、わずか5坪の小さな弁当屋と、手書きの弁当のレシピは、今や俺にとっては、父と母が残してくれた貴重な財産だ。これをもとに、ずっと働いてくれていたパートさんの協力もあって、弁当作りも一通り作れるようになった。働きながら調理師免許も取った。明菜は時々、俺の仕事を手伝ってくれて、いろいろと救われたことがあった。俺が24歳、明菜が18歳の時、すぐるお兄ちゃん、私卒業したらお弁当作り手伝うから。いや無理しなくていいんだぞ、俺が何とかするから、明菜は好きにしてくれればいい。好きにしていいなら、今の私にはお弁当作り一択なの。明菜。高校を卒業した明菜はすぐに家業を手伝ってくれた。とてもありがたい。一通り弁当を作れるようになった俺は、明菜が手伝ってくれることをきっかけに、オリジナルメニューの開発に踏み切った。何が売れているか分析し、弁当一つ一つをさらにブラッシュアップし、だんだんと品数を減らして、主力となる弁当のラインナップで営業する戦略を取った。すぐるお兄ちゃん、最近は唐揚げが飛ぶように売れるね。ベースとなる父さん母さんのレシピを俺が改良したんだ。ニンニクと生姜をがっつりと効かせた、日本人が好む醤油味、スパイスの調合を変えたチキンカレーも、まあまあ数が出るようになったよな。もっともっと売れてくれるといいな。仕込み量をもっと増やそうか？手伝うから遠慮なく言ってね。明菜が言うように、唐揚げが連日ヒットするようになり、瞬く間に口コミで広がっていった。中には、唐揚げ入りチキンカレーと、メニューにないオーダーしてくる常連さんがいて、
いつしかそれが主力メニューともなった。お客さんがうちの弁当屋を育ててくれているとよく父が言っていた。忙しくパタパタすることもあったが、パートさんや明菜の頑張る姿、そして嬉しそうに買ってくれるお客さんの笑顔を見ると、仕事明けの疲れは自然に癒されていくようだった。二代目店主の俺は、お弁当中田には伸びしろがあるはず、もっともっと何かできるはずと確信するようになった。いらっしゃいませ。明菜の元気な声が店内に響き渡る。あの男性また来てくれた。最近の常連さんだ。お店のメニューをもうちょっとで制覇してくれる勢いで来てくれるお客さんだった。あと唐揚げ弁当と特製唐揚げ入りチキンカレーでコンプリートですよ。すごい勢いですね。と明菜、楽しみは後にとっておきたいんです。いつも美味しい弁当ありがとうございます。と男性のお客さん。常連さんの存在はとてもありがたい。大雨の日など天候が悪い日は決まって売り上げは下がるものなのだが、その男性のお客さんは台風の日でも来てくれるくらいだった。スグロお兄ちゃん、あのね、実はあの人と私交際してるの。なんと、こりゃたまげた。明菜も隅に置けないな。高村純一さんっていうの。純一さんはね、明菜が言うには近所に通う大学院2年生で、明菜と同い年、家は食品製造会社を経営していて、後々に継ぐつもりなんだとか。馴れ初めを聞くと、お弁当のさ、ポップあるでしょ。ああ、手書きの商品説明用プライスカードだな。明菜がすべて書いてくれてる。これってどなたが書かれているんですかって聞かれたの。私ですって言ったらすごく関心を持ってくれて。字は心を表すって言うもんな。そこに惚れてしまったわけだ。それからは足しげくお店に通ってくれるようになったの。そんなことあるんだな。でかした明菜。いやー、よかったよかった。明菜はおそらく異性と付き合ったことはないはず。24歳にして初めて春が訪れた。兄としてはとても喜ばしいことだ。明菜、お店のことはないつだってやめてもらっていいんだぞ。もう明菜がいなくてもできるようなシステムにしてるからな。わかってる。でも私はお弁当屋を続けるって純一さんにも言ってるの。お店のこと好きだから。別々に離れて暮らすようになってもきっと通勤してでも働くわ。お店の成長を肌で感じ取れることが私にとっては嬉しいの。お父さんお母さんが私たちに残してくれたものだしね。今度改めて純一さんを紹介するね。俺は明菜に純一を紹介してもらった。高村純一と申します。明菜の兄の中田優です。好青年だ。スラッとしてて高身長、とても品がいい。明菜が書く字も元気に接客する姿も大好きなんだとか。特製唐揚げ入りチキンカレーいただきました。感動しました。とっても美味しかったです。僕にお手伝いさせてもらいたいんですが、チキンカレーをレトルトで販売されてはいかがですか。レトルト？いや、考えたことなかったな。ぜひお手伝いさせてください。お家が食品製造業というので、他界した両親から受け継ぎ、俺がよりスパイシーになるよう改良したチキンカレーのレシピを事細かに書いてレトルト商品化が進められた。レシピの文字はお兄さんの文字ですか。明菜とはまた違う感じで綺麗な文字ですね。そう？俺も明菜も書道は母さんに教わったんだ。そうだったんですね。どうしましょう。ラベルはお兄さんの手書き文字にしたらより魅力的になると思うのですが。それは明菜の手書き文字にした方がいいよ。妹の手書き文字は万人受けするからね。わかりました。話はそれで進めていきますね。共同で作り上げたレトルト食品案、1ヶ月後にチキンカレー100食分がお店に納品された。私が書いた手書き文字がいっぱい。縦の筆文字にしたのが良かったかな。すごいよな。こうやって専用のパックに袋詰めされるんだな。あとは湯煎するだけで食べられるんだな。すごいや。純一くん、俺はどうしたらいい？いや、結構です。これに関しては
学生時代にマーケティングも兼ねて僕がやってみたかったことなので、協力していただけただけで十分です。ありがとう。嬉しいな。アキナはお店のディスプレイの一角に手書きのポップを添えて丁寧に新商品を並べた。結果これも大ヒット。飛ぶように売れて追加で発注することとなった。お弁当中田のレトルトチキンカレーは地元のコンビニやスーパーにも置かれるようになった。ある日、お店が休みで家でゆっくりしている時の出来事だった。アキナが目を晴らしている。泣いていたようだ。どうした？なんかあったか？お兄ちゃんでよかったら聞くから。私ね、純一さんの親御さんに結婚反対されちゃった。話はこうだ。大学院を卒業してから純一とアキナは結婚を前提にお付き合いするようになった。一度親に紹介したいとアキナを連れて行ったところ、純一の父に、君は本気で純一と一緒になろうと思っとるのかね。聞けば両親は当の昔に他界され、小さな弁当屋の娘というじゃないか。はい、私が16歳の時に両親を亡くしました。高校を卒業してすぐに家業を手伝いました。わしは純一ともっとお似合いの人を探しとる。こっちだって紹介することもできる。苦労人かもしれんが、君は息子と釣り合う身分ではない。息子は我が家にとっては大事な長男なんだ。帰りたまえ、と言われてしまったという。純一はいろいろとフォローしてくれたというが、父親は全く聞く耳持たず、悲しくなり恥ずかしくもなり、残念な気持ちになって家に帰ってきたという。不釣り合いか。なるほどな。令和の世の中になってもいわゆる政略結婚を考える親って存在するんだな。私は小さな弁当屋の娘でもそれを誇りに思ってる。でも今日はさすがにズタズタにされちゃったかな。身分とかもう涙が止まらなくて。何にも事情を知らないくせに聞いた情報だけで身分を決めてしまうのか。純一さんは諦めないって。父親に反対されようが結婚の準備は進めたいって。下手したら駆け落ちになっちゃうぞ。言ってしまえばロミオとジュリエットの逆バージョン。とんだ悲劇を生むかもしれないぞ。私も純一さんには無理しないでって言ったの。でも純一はアキナ以外には考えられないという。本気で考えているのに父親の鶴の一声で破談になるならば親との縁を切るとまで言っているそうだ。果たしてそれはお互いにとっていいことなのかどうか。大切な妹を泣かせるなんて兄としては許せない。困ったことがあったら小さなことでもちゃんとお兄ちゃんに相談するんだぞ。ありがとう、スグロお兄ちゃん。初めて人に見下されたことに悔しかったのだろう。アキナの目には大粒の涙があふれんばかりになっていた。純一の結婚に対する本気度は相当なものだった。アキナは家では手書きの文字で結婚式の招待状を書いている。着々と結婚式の準備を進めている。まあ二人の人生だしと入り込む余地すらなかった。俺は俺でお店のことを広めるべく慣れないパソコンやスマホを使ってホームページ作りや SNS を使って証券を広めていた。最近ではキッチンカーを購入して手書きの黒板はアキナに書いてもらい、近所の大広場で開催されるマルシェに出かけたりして、地道な活動でお弁当中田は少しずつ世に広まっていった。結婚式の日取りが決まった。身内を集めての小さな結婚式となった。お兄さん、なんとか親は僕の方で説得しました。安心して式にご出席ください。純一君のことは信じてるから。でも秋名はまだうちで働くって言ってるけど、それも織り込み済みです。共働きしてくれる方が助かります。スグルお兄ちゃんだって私がいないと寂しいでしょ。私から元気をもらいに来たってお客さん多いの知ってるでしょ。俺にとってはたった一人の妹であり、たった一人の家族。お嫁に行かせるのは兄の務めでもあるが、正直どこか寂しさはある。弁当屋を手伝ってくれると宣言してくれてるのが唯一の救いか。結婚式当日を迎えた。普段は木綿の三角巾にエプロン、そしてジーンズ姿のアキナが
長い髪を丁寧に結ってウェディングドレスを着ると、こうも妹が華やかに綺麗になるものかと驚いた。兄としていろいろ苦労させてしまったことを思うと、妹の今日の晴れ姿に涙してしまった。スグルお兄ちゃん、何泣いてんのよ。まだ泣くのは早いよ、これからなのに。え、いや、目に埃が入っただけだ。はいって。そうだ、写真撮らないとな。俺は普段使わない一眼レフを取り出して、いろんなアングルでアキナの晴れ姿をカメラに収めた。50回ほどシャッターを切っただろうか。兄弟の大切な思い出となるように。スグルお兄ちゃんは優しい人だね。今まで本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。本当は今の言葉は他界した両親に言いたかっただろうな。大学を中退してからはずっと俺が親代わりだったから、これでも少しは代打が務まったのかな。アキナからのありがとうの言葉に感極まってしまい、背を向けて泣いてしまった。式は予定通り進行していった。新郎新婦は席に座り、恥ずかしげに、そしてにこやかにこちらを見ていた。義父のスピーチの番が回ってきた。一度は反対され、身分不相応と言われたが、今は純一がきちんと説得したというのだから、安心して見ていられる。ただいまご紹介に預かりました、新郎純一の父の高村新之助と申します。本日はお日柄もよく、あの方、どこかで見たことあるな、と、俺は新郎の父を見ていた。スピーチ慣れしている姿に、皆の注目を集めるのは得意そうだった。スピーチの内容は丁寧に折られた縦書きの紙に書いてあるようで、アンチョコと呼ばれる紙に書き出したカンペだった。これは時間取りそうだなと思ったが、さぞ新郎新婦が喜ぶような感動的な話が詰まっているに違いない。であるからして、私は現在食品製造会社を経営しておりまして、後には長男である純一に代を譲りたいと考えております。会社の紹介から新郎を大切に育て上げたこと、将来会社を継いでほしいことを述べていた。そうなると明菜の生活は安泰だな。しかし話が進むにつれて、だんだんと変な方向に進んでいるような気がしてきた。聞けば新婦側の両親は早くに他界し、弁当屋の娘として随分な苦労人だった様子。比べて純一は大学院を卒業し、これからはエリート街道を突き進む存在です。身分不相応とはまさにこのこと。こんな不幸があっていいものでしょうか。私も妻も正直なところと申しますと、この結婚はなかったことにしていただきたいのです。今すぐにでも、と会場がざわつき始めた。義父はどうぞお納めくださいと言わんばかりに、アンチョコを新郎新婦の席に置いた。結婚式のスピーチにまさかの破談の申し入れ。もともとこの結婚式は俺ら兄弟を嘲笑うかのようにぶち壊すために仕組まれたものだったのだ。アキナはボロボロと涙を流していた。あまりの身勝手さに新郎の純一は怒りに燃え、ずんと席から立ち上がった。見るに見かねた俺は席を立ち上がり、純一に落ち着くようにと手でサインを送り、義父のアンチョコを手に取り、スピーチのマイクの場に立った。なんだね君は、私の手紙を手に取って、と義父。次のスピーチは僕なので、僭越ながらここに登壇させてもらいました、とにこやかに返した。慌てて司会は俺のことを紹介する。ご紹介に預かりました、新婦アキナの兄の中田卓と申します。中田卓、なんだあの赤像は。義父は俺の方に目をやり、何らかの記憶をたどっていた。新郎側のご両親は結婚を反対と申しておりますが、私は賛成する側です。小さな弁当屋のせがれではありますが、妹とは苦楽を共にしてまいりました。私と妹は他界した両親から受け継いだ弁当屋の仕事を誇りに思っています。今もこれからも。会場はさらにざわつく。さらに俺は続けた。字は心を表すと申します。新郎側の父親が書いたこの手紙の文字、いかがでしょうか。私はこれを見るや、なるほど、残念極まりないひどい人だと思いました。そして
乱筆で書いた手紙を新郎新婦の席に置くとは、二人の晴れの舞台になんと失礼極まりない人だと思いました。何を言っとるんだ貴様は、身分不相応と言っただろうが。と義父、私が誰だか知っててそうおっしゃってるんですよね高村社長。俺は強い口調で言った。あ、中田さんってお弁当中田のあの中田社長。義父は思い出したようだった。普段は三角巾でエプロン姿、ようやく名前と姿が一致したようだ。とにかく私はどう言われようと、たとえ叶わぬロミオとジュリエットのような不釣り合いな結婚だったとしても、純一君と妹明菜の二人の人生、うまく言えないですけど、兄として義兄としてしっかり応援し見守っていきたいです。以上です。ご清聴ありがとうございました。ざわついた会場はシーンとなるも、間を開けて拍手喝采となった。式を終えて義父は俺のところに走ってきた。中田社長とはつゆ知らず、大変失礼を申し上げてしまいました。所詮は弁当屋のせがれ、高村社長のおっしゃることはよくわかりました。義父は過去に一度会社の専務と共に弁当屋を訪れて、うちの主力の商品となる唐揚げをもっと世に広めたいと、冷凍食品化、さらに唐揚げ専門店の店舗展開を申し出てきた。社運をかけた企画だったようで、さすがに俺も自分のレシピをここまで買ってくださる方がいるのかと、あとは契約にサインするところまでこぎつけていた。しかし結婚式では俺ら兄弟はコケにされ、実の息子である新郎に大恥をかかせた。あの安直の字を見ても分かりましたが、ひどい字をお書きになる母の言葉は間違ってなかった。字は心を表すと。高村社長、あの話はなかったことにしてください。あなたとは難しいです。そんな、もうパッケージのデザインも決まってて印刷に出してます。店舗も6店舗契約してて改装しているんですよ。それは合点が早すぎましたね。僕は契約書にはサインはしていませんから。ましてや他界した両親のレシピに僕が改良を加えた門外不出のレシピ出すつもりはありません。他を当たったらいいと思います。お弁当中田という名にブランド力があるんです。そこをなんとか。突然会話に割り入ってくるように新郎の純一がこう言った。父さん、親子の関係は約束通り今日限りにしてもらう。まさかこんな仕打ちを受けるとは思ってもなかった。縁を切らせてもらう。そんな、純一考え直してくれ。跡取りはお前しかいないんだぞ。純一は涙ながらにこう叫んだ。真っ先に約束を破ったのはどこのどいつだ。こうして義父は義父ではなくなり、純一は婿入りという形をとって、俺と明菜の姓、つまりは中田純一と名乗ることとなった。ドタバタの結婚式を終えて、妹夫婦は弁当屋近くのマンションに移り住んだ。今まで徒歩0分だった通勤時間は自転車で片道20分となってしまった明菜。相変わらず、いらっしゃいませと元気に客を迎え入れ、接客に仕込みにと仕事に精を尽くしてくれている。手書きのポップは今や明菜の専売特許。お弁当中田にはなくてはならない販売促進ツールだ。純一は、お兄さん、僕に手伝えることありませんかと、弁当屋の現場ではない経営面でしっかりと俺を支えてくれるようになった。縁故を切った両親が経営者であったというのは別にして、純一のマーケティング力はそこが知れない。後に独立してデジタルマーケティング会社を立ち上げるほどの腕前だった。跡取りもいなくなり、他所から食品製造会社の新社長を迎え入れたはいいが、人に任せることが苦手な高村会長はすぐに新社長を追い出し、自ら高村会長兼社長を名乗るも、悪名高さが悪さして企業はしぼんでいくばかりだった。よほど期待していた純一に縁故を切られた代償は大きかったようだ。俺は純一の協力もあって今は商品開発に力を入れている。なかなかヒット商品は生み出せないが、お弁当中田は以前に増して知名度が高くなっていった。それは過去に純一の提案で出したチキンカレーがコンビニやスーパーに置いてあったレベルのものが、ネットを通じて全国どこにでも販売できるものとなったからだ。
まさか百貨店のお中元、お歳暮のカタログ販売されるとは思ってもなかった。まるで水辺にポチョンと落とした小さな石がゆっくりと波紋を広げていっているかのようであった。他界した両親が築き上げたものはこうやって開花している。ある日、面接に一人の女性がやってきた。俺の一行への女性だ。履歴書に目を通す。履歴書の文字は達筆、なんだか母が書いていたような綺麗な字だった。うちの弁当や店舗の内装すべて好きだという。本気度がすごい。彼女の丁寧な接客や仕事ぶりは明菜のお墨付きだ。字は心を表すか。履歴書に書かれていた丁寧な字に見とれてしまった俺は、そんな熱心な彼女にプロポーズした。今では子供2人いる4人家族となった。今日はキッチンカーを使って家族4人と妹夫婦を乗せて全国うまいもの市に出かける。場所は横浜港。たくさんの人が来場する。主力の唐揚げ弁当はこの日のためにブラッシュアップしてきた。俺はお弁当中田の未来は明るいものになると確信している。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。高卒って今時そんな額のない人っているのね。お金目当てなのがバレバレ。お腹を抱えて笑い転げる義母。そんな彼女に対して義父は、おいおい、そんなに笑ったら失礼だろ。ちなみにお母様は働いているのかね。とこちらもバカにする態度を崩さない。結婚の挨拶に向かった彼氏の家で、私は今までに経験したことがないような屈辱を味わっていた。親の顔を見てみたいと笑う義両親。その時家のチャイムが部屋に響いた。それが地獄の始まりの合図とも知らずに、義母は玄関に向かった。私の名前は氷川真由美。私の実家は貧しいわけではなかったが、冷たく暗い環境だった。すべての元凶は父だった。父は昔から実力主義、実績主義を徹底した性格だった。経過や過程よりも結果を重視する父は、私にもすべてを望んだ。年齢や性別は関係ない。そこだけ聞けば響きはいいかもしれないが、私の父の場合は決していい意味ではなかった。お前が男だったならな。これが父の口癖だった。父はすでに私が女であることに、男児が生まれなかったことに失望しきっていたのだ。こうなってしまっては徹底的に指導する。女でもどうでもいい、そういう意味での性別は関係ない、だ。成績はトップを取るのが当たり前。父からの質問には3秒以内に答えること。食事のマナーから茶道や華道などの礼儀作法に至るまで、あらゆる分野を学ばされた。そんな父に対して幼少の私はお利口だったと思う。父に対して抱くのは恐怖だけ。もはや父としての家族の念すら怪しかった。そんな父が居座る居城でも凍りつかなかったのは母がいたからだ。母は誰よりも優しかった。温かく全てを包み込んでくれるような優しさが母にはあった。父に怒鳴られ泣きじゃくる私をかばい、もうそこまでにしてあげてくださいな、と父に正面切って言うのだ。母が殴られる、そう思う私だったが、現実はそういかなかった。帝王学も知らんくせに、とぶつくさ言いながらも父はその場を去った。なぜか父は母には逆らわなかった。文句は言うものの、母の言いつけ通りに動くその姿は少年のようであった。今思い返せば、父と母が喧嘩している様子も一度も見たことはない。ただ父が唯一譲らなかったのは母が外で働くことだった。女は家を守るもんだ、俺は稼ぐからお前は家と真由美を守れ、とのことだった。父が去った後、母は涙を流す私を胸にうずめてぎゅっと抱きしめた。そして耳元で、あなたは強い子、いつか大きくなってパパをギャフンと言わせなきゃ。
私はひたすらに頑張った。父の言いつけを守り、良い子になろうとした。それは父のためではない。ただ母に褒められたいがための一心で努力した。かろうじて温かさを保っていた私たちの家が崩壊したのは、私が小学校6年生の時だった。父の言いつけに従って私は、私立の中学校に進学することになっていた。私立となると、それなりに勉強しなくてはいけない。私はいつものように、自室で算数の勉強をしていた。私は勉強そのものは幸いにも嫌いではなかった。だが、小学生にとって、勉強は退屈なものではある。少し難しい問題に当たると、すぐに集中力が欠けてしまい、余計に解けなくなってしまう。時計を見ると午後3時。もうじき母がおやつを持ってきてくれる。母は勉強を頑張る私に、毎日午後3時に手作りのおやつを持ってきてくれるのだ。今日は何かなと思いながら、母が扉をノックする音を待ち焦がれた。5分、10分過ぎても、母からノックはない。まさか今日はおやつなしなのだろうかと思い、せめて確認しようと、リビングに向かうと、そこには母が苦しそうな顔をしながら倒れていた。私は一瞬、何が起きているのかわからず硬直したが、母が胸に手を当てている様子を見て、これはまずいと幼いながらに思った。私はすぐに救急車を呼ぼうとしたが、ふと脳裏に父の、勝手に家のものを触るな、という言葉が浮かんだ。まず父に相談するべきかと思い、父の勤め先に電話をかける。父は電話に出るや否や、仕事場にかけてくるなとあれほど言っただろう、と怒鳴り、電話を切ってしまった。私はどうしたらよいのか、わからずに、もう一度母に目をやる。母が浮かべている苦悶の表情は、次第に薄れていったが、口から漏れる呼吸音も同時に静かになっていた。私はゾッとする何かを感じて、父を無視して救急車を呼んだ。すぐに救急車は来て、私は母と一緒に運ばれていった。母は他界した。心不全だという。他にも難しい話をしていた記憶はあるが、そんなこと子供の私にはどうでもよかった。目の前に白くなった母が横たわっているのだ。あの優しかった笑顔はもう見られない。温かい声はもう聞けないのだ。手は冷たい。本当に氷を触っているようだった。まるで我が家だ。母の隣で座っていると、父が慌てた様子で部屋に入ってきた。今までに見たことがないような慌てっぷりに私はつい笑ってしまったのを覚えている。父が来たのは母が病院に送り込まれて数時間が経過した頃だった。父は力なく母だった者の横に座り込む。私は父の様子を見ると静かなる怒りが湧いた。何を今さら悲しげな顔をしているのだろうか。家族を顧みなかったお前がなぜのうのうとここに来ているのか。私は父を睨みながら、私、電話したんだよ。伝えようとしたんだよ。と言うと父はこちらを見ずに、ああ、とだけつぶやいた。そこからは記憶がない。とにかく父へ今までの怒りをぶつけたことは覚えている。消えるのは母ではなく父であるべきだったのだ。看護師さんたちが駆けつけて私をなだめるまで、父に罵詈雑言を浴びせていた。母が他界して我が家は本当に氷の城になった。吐く息すら白く見えるほどだ。私と父の間に会話などない。あれ以降、父も今までの威勢はなくなり、私に怒鳴ることはしなくなった。さらに、今まで仕事人だった父に家事などできるはずもなく、家はなかなか片付かなくなっていた。私も家事をしたかったが、習慣だった勉強をつい優先してしまい、満足に掃除などできなかった。これもすべて父のせいだ。私は必然的に父を憎むようになっていた。ある日、父が話しかけてきた。私の部屋のドアをノックして開けずに、紹介したい人がいる。下に来てくれ。とだけ言うと、足音が遠のいていった。行くか迷ったが、久々に話しかけた父が紹介したいというのだ。一応、向かってみようと思った。
リビングには父と見知らぬ女性が立っていた。私を見るとその女性は深々とお辞儀した。こちらはハウスキーパーの桜庭幸さんだ。今後うちの掃除など家事全般をしていただくことになった。父はそれだけ言うと幸さんに、ではあとはよろしく頼みましたと言って自室に戻った。幸さんは白髪の混じった初老の女性だった。少し濃いめの化粧に黒縁メガネをかけたザ・使用人といった感じの女性だった。それ以降幸さんは毎日我が家に出入りした。瞬く間に家はきれいになっていき、すぐに仕事はなくなったように見えた。だが幸さんは、私の仕事は山積みでございますゆえ休むわけにはいきませんと言って私にクッキーを焼いてくれた。幸さんは厳しかった。お菓子を食べながら部屋に戻っていると、お嬢様、はしたない真似はなさらないでください、ほらこちらに座って、おすすめの音楽でも私に教えてくださいと言って椅子に座るように促す。私は母がいなくなってリビングが苦痛だった。人と関わりたくない、そう思い家では基本的に部屋にこもるようになっていた。だが幸さんがこういうことを言うので、次第にリビングにいる時間が増えていった。逆に勉強をサボろうとリビングでテレビを見ていると、ほらほらあなたの仕事は立派になることですから、早く部屋に戻って勉強なさいな、おいしいアップルパイを焼いてあげますからと言って部屋に戻るように促す。彼女が作るアップルパイは正直世界で一番おいしいと思う。私は彼女の厳しくも優しい人柄に惹かれ、勝手に母の面影を重ねていた。父にも幸さんは同じように接していた。お家が大変な時こそ大黒柱が踏ん張るのです、後悔している暇はありませんよと言っている声を聞いたことがあった。父とはそれでもまともに会話をすることはほとんどなかった。年齢が上がって思春期になったというのもあるだろうが、やはり私の中では父は母を苦しめた張本人だと思っていたからだ。やはり許すことはできない、そういった感情が私の心の中には渦巻いていた。そのことを感じ取ってか、父は必要最低限の会話しか私としなかった。仕事を理由に家に1週間に1度しか帰らない時もあった。それでも私は何とも思わなかった。私は大学に進学する予定だった。母が生きているまでは。母がいなくなって私は勉強する目的を失ってしまったのだ。それでも大学には進学した方が今後の人生にはいいだろうとは思ったが、父のお金で学業に従事することが心底嫌になっていた。同時に自立できていない自分に無性に腹が立った。あれほどに組んでいる父に生かされている事実に嫌気がさした。私は高校卒業後、バイトでお金を稼ぎながら資格を取る勉強をしていた。幸さんが、せっかくアルバイトをなさるなら多くの経験をした方がいいでしょうと言って、いろいろなバイトを斡旋してくれた。旅館の仲居さんやホテルのフロント係など、普通体験することができない経験を幸さんにさせてもらった。そんな充実したバイト先で出会ったのが高倉圭介だった。彼は父とは真反対の人間で、優しく他人を思いやることのできる好青年だった。私が仕事でミスをした時もさっと飲み物を渡してくれて、まあ元気出してとだけ言ってその場を立ち去る。執拗に訳を聞いてくるなどをしないところもグッドポイントだった。圭介と過ごす時間が長ければ長いほど彼への思いはどんどん大きくなる。告白は向こうからだった。私だけが思いを膨らませていたのかと思っていたが、彼も私に対して初対面の時から気になっていたという。のろけではない。私は圭介と数年の交際を経て結婚することになった。結婚となると単なる交際とは話が変わってくる。相手の家族とも今後付き合いをしていかなくてはいけないのだ。だが圭介は自分の家族の話をあまりしなかった。何度も尋ねる私に圭介はしぶりながらも教えてくれた。俺の家族さ、なんていうか
おかしいんだよ。あまり他人に話したくないレベルにはさ。その言葉を聞いて私は声を出して笑ってしまった。私の家も同じようなもんだよ。おかしいのレベルじゃないくらい。本当にそうだった。うちの家はおかしいの言葉じゃ足りないくらい変わっている。だからこそ私は圭介のおかしいという言葉も飲み込んであげられる。おかしいならなおさら早いうちに会って挨拶しておかないと大変でしょ。私の提案に圭介はまあそこまで言うならと言って日時を調整してくれた。数日後圭介の家族と会うことになった。正直圭介からは大変な家庭だと言われていたが、私には気に入られる自信があった。あの父親に育てられたのだ。大人の顔色を伺うことに関しては人一倍能力があると思う。さらに幼少の頃からいろいろなマナーを叩き込まれた。作法や礼儀の意味すら知らなかった頃から体に覚え込まされたものだ。そういった方面でご家族の反感を買うことはきっとないだろう。まさかこういった時に役に立つとは思いもしなかった。圭介に案内されるがままに玄関に入ると、そこには義母が仁王立ちしていた。私が挨拶をしようと口を開こうとした時、私よりも義母が先に口を開いた。約束の時間より1分遅いじゃないの。人を待たせておいて謝罪もないなんて、どんな教育を受けてきたのかしら。これが義母の第一声だった。私は急な罵倒に思考がストップ。なんと返事をするのが正解かわからなかった。1分くらいなんだよ。俺が少し歩くのが遅かったんだよ。圭介は私の手をぎゅっと握って言い返してくれた。私は舐めていた。おかしいのレベルがとんでもない。あの厳しい父でも初対面の人にこんなことを言うことはしなかった。義母は私の菓子折りを受け取ると今に案内した。今のソファーには義父が腕を組み座っていた。あなた、真由美さんがいらっしゃいましたよ、と義母が言うと、何も言わずに私の全身を眺めた。まるで品定めをするように全身くまなく視線を浴びた。そしてのぶとい声で、65点だな。品のない格好だ。そんな容姿では圭介の隣に立っているのが恥ずかしくなるぞ。なんということだろう。この家は他人を相当に見下しているという意味でのおかしい家族だったのか。私は正直ムッとした。今回の服は幸さんがチェックしてくれたものだ。私は今回のコーデを幸さんに見せると、悪くはありませんが良くもない無難な格好ですね、もっと特徴のある装いの方がよろしいかと思います、と言って何着も監修してもらった。時間をかけて選んだ服装を義父は65点とつけたのだ。俺には100点に見えるけどな。ちゃんと言い返してくれる圭介に愛は爆発しそうだった。圭介は義両親の暴言にしっかりと言い返してくれてはいるが、多勢に無勢だった。義両親は次々と私をけなし、連携プレーを取ってくる。それに対して私は笑ってごまかすだけ。圭介だけが言い返す。そして散々詰まった後は、高倉家がいかにして大きく繁栄したかをこんこんと説明し始めた。誰も聞いていないのに。要約すると高倉家は代々警察官一族なのだそう。曽祖父も祖父も圭介の父も警察官である上にエリートコースを歩んでいるらしい。また義母の家系も警察の人間が多いという。つまりうちは名家ということになる。もちろん圭介もその血筋なんだよ。わかるかね。そんな我が一族に下賤な血は入れたくないんだよ。義父はコーヒーをずずっと音を立てて飲む。彼らには栄誉はあるようだが品がない。こうも傲慢ぶってはいるものの、作法も礼儀も知らないと見える。がそんなことは言えるはずもなく、私はそうですねと力なく答えるしかなかった。親父、いい加減にしてくれよ。彼女の顔が見たいって言ったから紹介したのに、品定めするだけじゃなくてバカにまでして何がしたいんだよ。圭介は呆れにも似た声色で質問した。
答えたのは義母だった。私もお父さんもあなたを心配して言っているのよ。話には聞いているけど彼女高卒って言うじゃないの。ほら貧乏人の家族がいつ顔を出して揺すってくるかわからないじゃないの。私の父に限ってそんなことは絶対にするはずがない。私の父もプライドの塊みたいな生き物だ。たとえお金に困っていたとしてもそんなことは思いつきすらしないだろう。もういいよ母さん。父さんが何を言っても俺は真由美と結婚するから文句言うなよ、と言って圭介は私の手を引く。いい加減にするのはお前の方だ。お前一人のわがままで我が一族を汚すつもりか。恥知らずめ、君も君だ。これだけの家系によく自分が入れると思ったな。どんな教育を受けたらそのズーズーしさが育つんだ。親の顔が見てみたいもんだ。義父が言い終わると同じタイミングでインターホンが鳴った。義母はこんな時に誰かしらと言って玄関に向かった。ガチャリ、扉の開く音とともに、あなたこちらに急いで来てくださいな、と声が響いた。義父はしかめっ面をしながらも声のした玄関に向かった。すぐに、これは玄関では何ですからどうぞこちらに、と言って義両親が案内した人物は私の父親だった。大嫌いな父でもさすがに結婚の挨拶に向かうことくらいは伝えていた方がいいと思い、メールではあったが連絡をしていた。ただ自分一人で行くから来なくていいと告げていたが、律儀な父はわざわざ挨拶に来たのだろう。この名誉を貪る悪魔の巣に、まあ警視総監殿が来られるとは思いもしませんでしたわ。義母はキッチンから良い香りのする紅茶を父に勧める。すみません、ちょうど今愚足と交際しているという女性と会っていまして。ほらどきなさい。そう言って私を部屋の隅に追いやった。圭介も警視総監の父に対しては緊張しているようで、はじめまして、高倉家次男の圭介と申しますと頭を下げた。父は何かを感じたようで沈黙している。義父は、お目障りでしょう、すぐに返します。ほら真由美さん、今日はもう帰りなさい。圭介との関係もしっかり考えたまえよ。君のような人間に圭介は合わん。義母は、これどうぞ、お口に合うか分かりませんが高級菓子店で購入したものです、と言って奥から美味しそうなお菓子を持ってきた。私はこの状況がだんだん面白くなってきて、私がお持ちしたお菓子などはと口を挟むと、義母が顔を真っ赤にして、あなたが持ってきた田舎臭いお菓子なんて警視総監である比嘉さんのお口に合うわけがないでしょ、でしゃばらないで、という始末。父は先ほどから口を固く結び何も話さない。きっと状況を読んでいるのだろう。私はここぞとばかりに父の横に立ち、ご紹介が遅れました、こちら私の父比嘉十五郎です、まあ詳しくは皆さんの方がご存知かと思いますが、と義両親に向けて紹介をした。二人は理解が追いつかないようで、ええと口をパクパクさせている。圭介が、比嘉さんが真由美のお父さんなの、と聞いてきたので、私はごめんね、言ってなくて、うちもいろいろあってさ、というだけにした。圭介にも父が警視総監であることは伝えていなかった。状況を読むのに時間がかかってしまった。高倉君、君らはうちの娘が持ってきたお菓子を田舎臭いと言ったわけだな。父は土器をはらんだ口調で詰問する。義母は、いえ、それは、何か返答しようにも先ほどからあらゆる暴言を父の前で発した後だ。今さら何を言っても説得力はない。キッチンの奥から声がする。旦那様、お嬢様がお持ちしたこの菓子は皇室御用達のものでございます。田舎臭いとはお里が知れますわよ、と言いながら幸さんが現れた。うちの使用人です、と軽く紹介する父。
それからはもうひたすら義両親が頭を下げる会になった。父も般若の形相で怒鳴る怒鳴る。それでもうちの一族はなどとほざく義両親に、父は、貴様らの家の名誉など知ったことか。娘をここまで侮辱されて黙っている父親がどこにいると叫んだ。その後すぐに私は父の手によって連れ戻された。二人の結婚にとやかく言うつもりはないが、圭介君、君の家族に真由美を預ける気にはならなかったと素直に言う父。圭介は、大丈夫です、うちの両親には指一本真由美には触れさせませんと力強く言い放った。圭介の両親はそれからは肩身の狭い生活を送ることになったそうだ。娘へのひどい仕打ちだけで懲戒処分などにはできないが、あの一件以降、父は義父に対してかなり辛辣な態度を示すようになったという。だが父は決してその理由は話さなかった。周囲も気にはなるが、首を突っ込むと巻き込まれると思ったようで、父や義父に尋ねる勇気ある者はいなかった。何があったかわからないが、何かしてかしたのだろうと皆が考察をし、憶測がさらなる憶測を呼び込んだ。その結果、義父は腫れ物を扱うような態度を周囲から取られるようになり、肩身の狭い仕事環境になってしまった。それに伴って義母も今までのような高飛車な態度はなりを潜めて威張り散らすことはなくなったと圭介から聞いた。父は義父がどんな冷遇を受けてもあえて役職を取ることはしなかったが、義父は精神的に不安定になってしまったためか、自主降格を願い出たという。圭介は、あの人たちにはいいお灸が据えられたよとにっこりしていた。でも俺にもお父さんのこと内緒にしてたなんてひどいじゃないかと猛抗議を受けたが、私はいなして、うちにもいろいろあるわけよとだけ言っておいた。圭介からの抗議を受けて、私は圭介にすべての話をした。最初は話したくないという気持ちが強かったが、恥ずかしい家族の話をちゃんとしてくれた圭介には筋を通すべきだと思ったのだ。私は事の始まりである母の他界から今日まで、父の言動やうちを取り巻く環境、いまだに父を許せないことまで全てを話した。圭介は話し終わるまで静かに聞いてくれた。話を一通り聞いた圭介は、真由美のお父さんを許せない気持ちはすごくわかる。内容は全然違うけど、俺も父さんや母さんを許すつもりはないしね。でもあの日、俺の両親を怒鳴っていた時の目は父親そのものだったよと静かに、そして優しく教えてくれた。分かっているのだ。私もあの時初めて感じた父親の面影、それを見逃さなかった私はやっぱり優秀だと自画自賛してしまう。けれどだからといって長い年月をかけて凍りついた関係が解けるとは思えないのだ。こういった意地っ張りなところは一体誰に似たのだろうか。また別日、たまたま実家に忘れ物をして帰宅した際に、幸さんから、先日の件誠にお疲れ様でした、相手方の粗相は到底見逃すことはできません、お嬢様がご希望でしたらこの幸、あの一族を根絶やしにと物騒なことを提案してきたので断っておいた。少し残念そうな表情をする幸さん。旦那様も心底怒っていらしていました。当然でございますよ、いろいろあって今は冷め切ってしまっていても父と子の関係であることには変わりませんから、娘をけなされれば誰でもああなりますものねと私の頭に手を置いた。これはオフレコですかと前置きをして、旦那様は自分が行くか行かないかでかなりの時間悩まれておいででした。行くと決められてからもどの服で行こうかと部屋と鏡を何度も行ったり来たり、そして最後出る前には奥様の写真の前で、俺が行くと真由美は不快に思うかもしれんが、もう後悔はしたくないんだとおっしゃっていましたと言ってにこりと微笑んだ。父は父なりに私に歩み寄ろうとしてたのだ。凍りついていたのは私たちの関係ではなく私そのものだったのだ。父は母を亡くしたことから一歩ずつ前に立ち直り、新たに進もうとしていたにもかかわらず、私はずっと座って父に迷惑をかけていたのだろう。そう思うと心底恥ずかしくなった。幸さんは、
次はお嬢様の番でございます。この幸老体ではございますが、微力ながらいつでも力添えいたしますゆえ、どうか旦那様を許して差し上げてくださいと言って深々と頭を下げた。幸さんが下げる頭などないはずなのに、まるで母親のような優しい人だと思った。私は幸さんに言われるがままに、父が帰宅するまで実家に居座ることにした。幸さんの計らいで父と久々に夕食を共にすることになったが、気まずい、気まずすぎる、地獄だ。まだ高倉家の方が居心地がいいのではないかと思ってしまうほどの気まずさだった。なぜ何も話さないんですか、幸さん。私は幸さんに視線を送ると、幸さんは私に向かってぐっと親指を立てる。違う、そういうのを求めているわけじゃない。お前が変な見栄を張らずにしっかり大学に行っていれば、高倉家のような誹謗中傷を受けずに済んだんだ、と父は言い始めた。なんだこの男は、宣言撤回。やはり私はこの人に歩み寄ることができなさそうだ。私も何くそと思い言い返そうと口を開いたが、旦那様は圭介君と仲良くしているのかを尋ねていらっしゃいます、と幸さんが口を挟んだ。私は圭介との近況報告をした。ふん、その気になれば圭介君よりもスペックの高い男を紹介してやるものを。圭介君を大事にしなさい。彼は随分優秀だからお前を幸せにしてくれるだろう。もっと人間性を磨かんと、ああいう風にバカにされてしまうぞ。あいつらは松代まで恨み通してやるわ。何か威厄がすごいことになっている気がするが、父の言葉に間髪を入れずに翻訳をする幸さんにしびれを切らした父が、幸さん、父親の威厳まで奪っちゃいかんよ、と釘を刺した。そんな父に幸さんは毅然とした振る舞いで、威厳もクソも何の役にも立ちません。今ここには不器用な父親と同じく不器用な娘がいるだけではありませんか。そう奥様も思っていらっしゃいますよ、きっと、と優しくも意見を許さないような口調の幸さんに、父は何も言い返すことができずにいた。私は、母さんのことは父さんのせいじゃないってことは頭では理解してるの。父さんを責めても母さんが戻ってくるわけでもないし、でもどうしても憎む相手が必要だったの。そうじゃなきゃ私は自分が許せなかった。母さんに迷惑ばかりかけて甘えて頼って、母さんに何もしてあげれなかった自分が許せなかったの。行き場のない思いを父さんにぶつけてた。本当にごめんなさい、と立ち上がり謝った。母がいなくなって初めて父に謝罪をした。でもこれは嘘偽りのない本心だった。私の言葉を受けて父は、謝罪など必要ない。俺もお前を強い人間に育てるために必死だった。それが正しいことだと信じて疑わなかったんだよ。お前が小さい頃に言っていた俺の言葉は全部本心だ。でもあれは間違っていたと今は確信している。お前が俺を恨む気持ちはもっともだ。間違っていない。謝って許されることではないが、本当にすまなかった。後悔している。幸さんは私たちの謝罪の様子を見守った後、きっと奥様はこれでようやく安心して見守ることができますね。お嬢様も自分がやりたいことを思う存分おやりなさい。それを見守るのが親の役目ですから、と言って父の肩に手を置く。そして幸さんは大きな焼きたてのアップルパイを食卓に置いた。部屋には甘い香りが充満していた。幸さんから言われた好きに生きなさいは私の心に深く刻まれた。今までは父のため母のために勉強などをしてきたが、もうそんなことを気にしなくていいのだ。私は私のやりたいようにさせてもらおう。私は非営利団体に入り世界をかけるようになった。もちろん圭介も夫として同行してもらう予定だ。義両親は当初圭介が国外に出ることに難色を示していたが、幸さんが可愛い子には旅をさせよと申しましょう、きっと立派になって戻ってきますよと説得してくれたおかげで何も言わなくなった。世界を自分の目で見て肌で感じることは私にとって何よりも大事なことに感じた。かつては父の言いなりになり、それに反抗するためだけに大学に行かなかった。だがそんな父に助けられた。
私はまだまだ未熟者。いつか大物になって、亡き母に大手を振って会いに行きたいものだ。どんなことがあろうとも、親と子の関係は永遠なのだ。もしかするとこの関係性だけが世界で唯一かもしれない。親子だとしても、ムカつくことや苛立つこともある。だが、同時に親子だから無償で助け合うということもある。ケイスケの両親があそこまで過敏になったのは、ケイスケの今後の人生を考えての行動だったのだろうと思う。少しやりすぎだと思うが、今では父とは定期的なやり取りをしている。正直私は少々ぎこちない。何たって生まれてからずっと世間の父親像を抱いたことはないからだ。どう接したらいいのかわからない。それは父も同じのようで、意味のわからない自撮りを送ってくることもある。それでも私たちは私たちなりに歩み寄ると決めたのだ。私は日本では経験できないようなことを日々体験して父に伝えている。父は自分のことのように喜んでいる。どんなに離れていても、やっぱり親子のつながりというのは切ることができないのだろうと実感する毎日である。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。